ムキュートークです。はい、皆さん元気ですか？見てください、ドバーッと並んでますよね。この間ね、リブがっつり入ったんですよ。それで今日はね、もう個別個別でちょっと話していきたいと思うんですけど、今日話したいのはこのボードです。皆さんも大好きなレトロリッパです。ただレトロリッパなんですけど、このボード他のリブとちょっと違うんですよ。逆に今日はね、ちょっと皆さんにも教えてもらいたいってことがあるんで、皆さんとがっつりちょっと話してみましょう。はい、レトロリッパーですけどね、これね、今ねリブの中ですごく人気のボードですけど、去年も出ましたよね、同じような感じで。この葛飾北斎の絵が出てて、去年は青だったじゃないですか。で、今年はこの葛飾北斎の下にこの女の子が入ってちょっと変わったんですけど、これグラフィックが去年と変わっただけじゃないんですよ。2つ変更点があって、1個は去年は56と66だったんですね。だけど今年この間に61が入ったんですよ。これが1個の変更点。それもう1個の変更点なんですけど、パッと見去年のボードと全く一緒だと思うんですけど、これね、実は全然違うんです。で、何が違うかというと、テンプレートが全然変わっちゃったんですね。いわゆるこのサイドカットの深さとか、あとノーズの幅の深さ、これ全部変わってるんです。具体的な数字で言うと、去年のモデルで言うと156で 25.7 あって、166で 27.2 あったんですね。でも今年のボードはウエストが156で 25.4、 そして66が27になってます。まあそこはちょっとした違いなんですけど、一番の違いはサイドカットが変わったんですよ。去年も今年もプログレッシブのサイドカットになってるんですけど、去年は8メートルから7メートルに変わっただけなんですね。これは全部長さ一緒です。ただ今年のこの56、61、66は全てプログレッシブサイドカットが8メートルから7メートルって、最後切れ、一番最後が6メートルまで切れ上がってるんです。それでこのボードなんですけど、作った人の名前がこの裏にも書いてあるんですけど、このメーヘムでマットバイオスがテンプレートを決めて作ってるんですよ。で、去年と今年変えたのは、いわゆるここのサイドカットがバーって、去年もスーってなったのは、まあ、シューギューン、最後にもう一回ギュッと上がって、最後6メートルの半径まで持ってってるんですよ。切れ上がりがすごく良くなってて、カタログの方に書いてあるのは、まずこのボードはめちゃくちゃパウダーに浮くっていうか書いてあります。それプラス緩やかな斜面を F1 のコースに変えるっていうふうに書いてあるんです。どういうことかっていうと、もうキレッキレにカービングがいくわけですよ。だからこのボードはレトロリッパーはカービングをすると思いっきりガン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 切れるボード、それで低い感じのノーズでテールがこうやってサウスワロテールになってますよね。それでパウダーに行くと他のボードをぶち抜くっていう感じのパウダーボードになってるんです。そういうような説明がカタログに書いてあるんです。でもこのボードはさっき僕も言った通り、他のリブと全然違うっていうのがあるんですよ。まずこのリブなんですけど、一番上にこれ出てるように、このメーヘムって書いてあるじゃないですか。他のボードだったらこれだいたいリブって書いてあるじゃないですか。メーヘムと下にリブって書いてある。つまりこれはメーヘムとリブのコラボのボードなんです。だから純粋なマービンのリブのボードとしてはちょっと違う立ち位置になって、ロストとマービンの中のエクスペリメンタル部門っていうところが協力して作ってる、いわゆる実験的なボードっていうことで作ってるんですよ。だから乗った人はね、昔からリブを乗った人とは分かると思うんですけど、例えばこのボードを真っ黒にするじゃないですか。それ表も裏も真っ黒にして、いわゆるこのシャドーボードにした状態で乗った時に、これがマービンの乗り心地がしてるかって感じた時に乗った時に、僕は一番初め乗った時にこれマービンの乗り心地って感じはしなかったんです。マービンのボードの乗り心地って言って、こう出してワンターンツーターン切ったぐらいで大体わかるんです。あ、これマービンのこのドーションの硬さ、マービンの乗り心地ってわかるんですけど、このボードはちょっとそこら辺のマービンのボードとはちょっと全然違った乗り心地があるんです。それで僕なんか世代だとマービンのボードって大体がラウンドテールでできてるから、ラウンドテールこそがマービンだっていうふうに思ってたんですよ。ただこのレトロリッパーが出た時点で、マービンはこのいわゆるスワローテールを作り出したんです。スワローテールとラウンドテールの違いっていうのは乗ってしまったら分かると思うんですけど、いわゆるこれフレックスじゃないですか。でこうあーってこうあーって傾いてカービングこう来たとしますよね。そうするとここの幅が、押さえる幅が半分以下になるので、ここがぐわーっとしなるわけですよ。カービングがガーッとしなるわけです。最後の最後までスワローテールはカービング、このパウダーカービングを切った時に雪を捉えてくれるような感じのところが、このスワローテールの一番いいところです。逆に言うとラウンドテールはそこのところは分かれないんで、思いっきりガーッと入ってスパーンって抜けていくような感じなんですよ。その違いがあって、
僕なんか世界だとこの、ね、マービンについて言うとこのラウンドテールこそがマービンだっていう世界なんですよ。だからまずそこが全然違うところ、そして皆さん分かると思います、見てもらって分かる通りこのボードはレトロリッパーはマグナトラクションが入ってないんですよ。まあ、これジェイミーとかも一緒なのに、このボードっていうのはいわゆるマグナトラクションが入ってない。だから他のボードに違うのはまずマグナトラクションが入ってないスワローテールのボード、これがリブとして出てるんですよ。だから僕なんか世代だと本当にもうこれがリブなのって感じになっちゃうんですよ。それですごい不思議なところに、あのみんな入った時の動画でも言ったんですけど、こうやってね顔が入ってるボードって今まであんまり浮いたことがないんですよ。大体かって女の人の顔が入るとボードってなかなか売れなくなっちゃうんですね。でこのボード実はすごく売れてるんです。ですごく売れてる上にすごく珍しいところで言うと、すごく変わったところで言うと若い子はみんな買ってるんですね。うちの店でも大体買ってくれてもみんな若い子です。僕なんか全然年下の子です。スワローテールのパウダーボードだから僕ぐらいの年でこれパウダー滑りたいっていう子が買うと思ったら全然違くて若い子はみんな買ってるんですよ。でそこら辺で感じているこのマービンの若い世代に感じてこのマービン、僕らが感じてるマービンと若干違うんですね。だからこそ僕はこのボードを乗る若い子たちにちょっとあえて聞きたいんですよ。このボードの楽しい乗り方っていうのは逆に教えてもらいたいって感じなんですね。通常のラウンドテールのマービンのボードだったら僕いくらでもこのね楽しさっていうのを教えられるんですよ。ただこのボードのこのレトロリッパーに関してこのマービンの乗り心地っていうのは皆さんの方に聞きたいって思います。じゃあこのボードができた生い立ちってことなんですけど、実はこのボードできる前にマービンの連中、いわゆるこのリブテックの連中が結構天神の山に来てたんですよ。で天神の山で滑ってて、彼らその時はラウンドテール持ってて、そこで初めてこういったこのラウンドテールとかスワローテールのボードのこれジャパンボードって言って、これも書いてあるんですけど、いわゆるジャパンインスパイアードなんですよね。いわゆる日本のパウダーでインスパイアされたボードなんです。だからこそグラフィックがこの葛飾北斎のこの女の人の絵描いた。ただこれがじゃあ日本人かって、もっと完璧な葛飾北斎なんて今回完璧な和服を着た女の子になるっていうのが感じなんですけど、これがまたなんとなくエキゾチックっていうか日本っぽいんだけど日本っぽくじゃないっていうところがいろいろあって、例えば僕北斎じゃないですか、北斎でこうやってよくて、日本人ならこうやってね日照記みたいにこうやって太陽を持ってくるっていうところは多分持ってこないんですよ。でまた面白いところにこれ女の人が描いてくるじゃないですか。女の人が描いてあって、実はこれにこうやって刀持ってるんですよ。日本刀持ってるんですけど、日本刀実際こういうふうになってないじゃないですか。それで日本刀だったら大体ここのつばのとこ手を持つはずじゃないですか。でも実際これ持ってるのはこの刃のとこ持ってるじゃないですか。でこういうとこっていうのがやっぱり日本人じゃやっぱり作んないところですよね。まあこういう、あとはこういうこうやって花が入ってるじゃないですか。この花は蘭ですよね。胡蝶蘭の花ですよね。で日本画に胡蝶蘭なんてなかなか入んないと思うんです。いわゆるこういったところがいわゆるアジアンエキゾチックみたいな感じを作らせて、日本人が描く日本画じゃなくて、やっぱり外国の人が描くこの今のイメージをする日本っぽいボードが仕上がってくるからこそまた面白いっていう風に感じになると思います。そういうところを踏まえてこのボードね、みんなどうやって乗っていくかっていうことを、ね、コメントでも何でも構わないですから教えてもらいたいって感じです。実際乗ると確かにすごい気持ちいいボードです。すごくパウダーも浮くし、反射面でもどんどん他のボードを追い越すようなすごく楽しいボードで、カービングももちろん着ています。それはまあ普通のボードですので、じゃあこれがマービンが加わってどう面白くなったっていうのは、若いマービンマニア世代の人がぜひともアピールして教えてもらいたいと思います。666156レトロリッパーね、 RR ってよく書いてますね、 RR。 このボードの良さ、これはやっぱり今シーズン通して皆さんと一緒に考えていきたいっていう一歩です。はい、今日皆さんに紹介したのはリブテックメイヘムのコラボレトロリッパーです。ぜひともチェックしてください。よろしくお願いします。